皇室用客車とは、日本の皇族が鉄道で旅行をするときに使用する皇室専用の鉄道車両のことである。皇室用客車には、皇族が乗車する御両車随伴員が乗車する無部車、天皇、皇后の霊柩を輸送する霊柩車を及び、ご神体である賢所股を輸送するための検証乗報車の四種がある。通常は、東日本旅客鉄道の 東京総合車両センター内の五両車庫において厳重に保管されており、おし列車を運行する際には入念な事前整備を施した上で用いられる。おし専用機 F5861 が牽引する五両車1号編成五両車は歴代の皇族が乗る車両で五両とは高貴な人の所有物、利用物の意である。五両車はその時代における 最高の車両製造技術と工芸美術の域を結集して製造されており、工芸品としても貴重なものである。また、明治、大正期の一般用客者がほとんど残存していないため、当時の車両製造技術を今に伝えるものとして、鉄道技術史の面でも貴重な資料である。ご両者に番号が付与されたのは、1911年の鉄道員の車両称号規定制定時で、 それまでは単に玉車、大取舎車と呼ばれていた。この規定により6両が5両車として番号を付与されたが、それ以後12両が製造あるいは入籍されており、計18両の5両車が存在したことになる。しかしそれ以前に、1872年の鉄道開業式で明治天皇のご乗用に供された客車など、番号を付与されなかった複数の5両車、 あるいは寄品車が存在していたのは確実であるが、その詳細はよくわかっていない。かつては天皇用とは別に皇后用など複数の五両車が使用されていたこともあったが、一号五両車の落成後は同車がもっぱら使用された。しかし、2007年に E655 系電車が代替車として落成したことにより、使用可能な五両客車は存在しない。 1>, 1号の他にも、2号、3号、及び14号が、ご両車として2010年現在も、JR 東日本に車席を有するが、全く使用されておらず、検査が行われていないため、いずれも予備車としても使用できる状態にない。この他に、電車である黒157から1や E655 から1も、同様の用途に供される車両であるが、 過去に私鉄に存在した同等の車両、もしくは外国の同種の車両と同様に、貴賓車、または特別車両という呼称が用いられる。日本国有鉄道時代は、全国で1号五両車の運転が見られたが、1987年の国鉄分割民営化後は、高室用客車が JR 東日本に継承されたこともあって、 ほぼ JR 東日本管内での運転に限られている。形式 A の形式図1872年の京浜間鉄道開業式で明治天皇のご乗用となったのは鉄道開業時にイギリスから輸入された上等車重量のうちのサロン車と称される形式 A と推定されている。この客車は全長25フィート、車体長22フィート5イン。 自長約5トンで、車内は3室に分かれている。この車両は、新五両車の製造に伴って、五両車の任を解かれて交互及び交代号用の、おめし車としても使用できる五両車の予備車的存在となり、後に、A 省交代号の霊柩車として改造されている。1893年にまとめられた、形式図集、明治26年略図には、上記の形式 A の外に、 形式 D および形式 R 字の2両のサロン車が掲載されている。形式 A および形式 D は新橋所属、形式 R 字は神戸の所属で、形式 R 字は後に1号5両車となった車両である。形式 D の正確な製造時期を知る資料は見当たらないが、1889年10月の文書に形式 D の製作指示が推測される文言が残っている。 この車両は1890年に完成して、明治天皇の京都行行用に使用されており、長距離の移動に備えて、川屋が設置された。構造的には、形式アージとほぼ同一で、五座所を、車体中央部に、その前後に、自重室、助管室が設けられており、形式、アージのような大型の側面窓は設けられていない。1880年11月に、 関営ホロナイ鉄道のテミアホロナイ館が全通。翌1881年8月に明治天皇が北海道へ行行した際、8月30日におし列車が運転された。この時にご両者となったのは、1880年にアメリカのハーランホリングスワース社で製造された開拓志号で同時に導入された8両仲裁上級の客車であった。 同社は1961年に鉄道記念物に指定され交通博物館に保存された。交通博物館閉館後は2007年10月14日に埼玉市大宮区に開館した鉄道博物館で展示されている。ホヤ5015の景色図1911年8月、皇太子が北海道へ行刑することとなり、同年3月、 札幌工場で五条用客車が製造された。この客車は後年補得5015となったものであるが、当時の写真によれば、同車には記号番号とも表記されておらず、実質的には五両車として扱われていたようである。全長は 14,732mm、幅は 2,737mm、高さは 3,842mm、屋根は、 全長にわたって、モニター屋根、定員は21人であった。車体中央に御座所が設けられており、両側にはグブ員室が設けられている。御座所の床は、絨毯敷きで、大椅子1個、肘掛け椅子2個、テーブル1脚が置かれていた。グブ員室は、長手椅子で、肘掛けが設けられていた。この、五両者が、皇族のご乗用とされたのは、この一度きりで、 その後一般用の特別車に転用された際に、形式番号が与えられたものと推定される。同車は1917年に、内部工場で、職業車に改造されほや5015となったが、1928年の、形式称号規定改正ではホヤ6610と、され、1951年12月まで在籍した。1号5両車の形式図1号5両車内部。 交通博物館1号5両社は、京阪間鉄道の開業式に備えて、1876年に、当時の記者観察方、ウォルター・スミスの指導の下、工部省鉄道料神戸工場で申請された。製造当時は、形式、アージと称していたが、1911年に、解消されたものである。木造アーチ屋根の二軸車で、全長は7.34メートル、 幅は2.16メートルである。側板は一枚張りのペンキ塗りで、中央部に菊の五文章、その周囲に竜の模様を金粉で描いてある。小座所は当時の美術工芸の息を尽くした作りで、長さは3.18メートル、中央部に玉座として用いられたソファが置かれ、四隅に小型円形の椅子が置かれている。ソファと反対側の窓辺には、 テーブルが備えられている。なおソファが横を向いているのは、行行の際の展望のためという理由のほか、車両の幅が狭いために、横向きの方が空間を広く使えるという理由に、基づく。御座所の両側には、実質が設けられており、そこに出入り口が設けられている。おは、車単部に設けられ、和式で、漆塗りの便器が備えられている。二軸車である上に、 技術の発達していない時代の政策であることもあって、防振には非常に苦労をしたようである。車体の土台、根布と台枠には防振ゴムが取り付けられており、車輪の輪心も木製である。ブレーキは作動時の騒音を排除するため、貫通管が引き通されているだけで、ブレーキ装置は取り付けられていない。車体には、 天皇の意を機関紙に伝える運転制御装置が取り付けられた。1888年11月の演習新越のための浦和行行の帰りに、風雨の中停車場脇で行われた埼玉県人場、市販学校生徒による兵式体操と障害物競争を上覧するために、実際にこの装置を使ってお召し列車を停止させたことが記録されている。 本社は1898年に3号5両社が落成するまで使用され、以後はボギー車の入ることのできない地方選挙用に使用されたものと思われる。1913年に廃車となり、大井工場に保管されたが、1936年に鉄道博物館に移され展示された。1958年に鉄道記念物に指定され、 2003年には国の重要文化財に指定された。交通博物館閉館後は埼玉市の鉄道博物館に移され展示されている。二号五両社の形式図二号五両社は九州鉄道が1901年にドイツのファンデルジーペン社に発注し自社の小倉製作所で組み立てたものである。翌1902年11月の陸軍軍事演習の 西の明治天皇のご常用として整備されたものである。木造の二軸車で、全長は8.19メートル、幅は2.54メートルで、一号五両車よりもやや、大型である。前後に開放式の出入り台を設けており、外反は短冊張りであるが、下部がすぼまった太鼓型となっている。室配置は、五座所、川屋、実室に分かれており、五座所の長さは点六七メートルで、 腰部は褐色のビロード張り、窓周りと扉は飼育材でキメを生かした漆塗りとなっている。小座所には幅1.26メートルの大型窓ガラスが取り付けられており、出入り台に面するつま面には当時としては珍しい曲面ガラスが使用されている。本社は1907年7月1日に鉄道国有法により買収国有化された後、 1913年に廃車となった。1923年に九州から東京に送られて大井工場の五両車庫に保管されたが、一号五両車と同時に鉄道博物館に移され展示された。1963年に鉄道記念物に指定されている。交通博物館閉館後は埼玉市の鉄道博物館に移され展示されている。 3号5両車の形式図3号5両車は1898年に明治天皇のご常用として鉄道作業局の新橋工場で製造されたもので五両車としては初のボギー車である全長は16.129メートル、車体長15.544メートル、最大幅は2.654メートル、車体幅は2.438メートルの木製車で当初は 開放式の出入り台を有したが、大正時代に密閉式に改造された。屋根構造は二重屋根である。室内は、大前室、大人故障室、御座所、大人故障室、御寝室、川屋に分かれている。御座所は、長さ4.752メートル、幅は1.753メートルで、御座所横には、大人故障室同士をつなぐ開放式の側廊下があって、 制度性の手すりが設けられており、外観上の特徴になっている。1910年に六号御陵車が落成するまで、明治天皇の御乗用車として使用され、1922年7月には、摂生愚の北海道御巡行の際の、おし列車にも使用された。1926年12月25日、大正天皇が葉山御用邸において崩御した際に、 本社は、霊柩車に改造され、12月27日の東京へのご観光用列車に使用された。その後、1929年5月に一度は廃車となったが、1951年の低迷、皇后の放漁の際にも原宿東、浅川間で霊柩車として使用され、副席の上13号御両車と改称された。製造時の外反は暗であったが、 大正天皇の霊柩車としての使用時に黒色となった。現在は東京総合車両センターの五両車庫に保存されている。四号五両車の形式図四号五両車は皇太子及び同比の御乗用として1九百年四月、鉄道作業局新橋工場で製造された。二重屋根の木製ボギー車で前後端に開放式の出入り台があったが、大正時代に密閉式に改造され、 台車も明治44年度標準型に交換された。全長は16.129メートル、幅は2.654メートル、高さは3.337メートル、地上は19.13トンである。ブレーキ装置は前くらい側のみに設けられており、後くらい側には設けられていない。これは後くらい台車用のブレーキシリンバが寝室の下部に位置することとなるため、 騒音の発生を防止するためである。室内設備は、交退し、交退し比が同乗することを前提として、二人分が備えられている。内部は発室に分かれており、五座所を中央に、寝室、助監室、化粧室、費用の革や、助監用のトイレとなっており、反対側は、不物根待ち間室、革や、共進所となっている。五座所の椅子はソファではなく、 長手磯が向かい合っている形態である。外販は製造当初はペンキ塗りであったが、大正時代の改造時に真紅色の漆塗りとなった。本社は大正となってからも皇太子のご両者として1924年に12号ご両者が製造されるまで使用されたが、1930年12月に廃車となり、翌年1月に解体された。 5号5両車の形式図5号5両車は、工房の5乗用として1902年3月、鉄道産業局新橋工場で製造された。計画自体は、3号5両車と同時に行われたもので、あるが、着工が3号5両車の完成後となったため、完成が遅れたものである。二重屋根の木造車で、全長は16.129メートル、最大幅は2.654メートル。 高さは3.337メートル、地長は19.13トンで355両車、455両車と同じである。1912年の形式図によれば、本社は軸巨4フィート9インの3軸ボギー台車を装着しているが、大正時代に出入り台を開放式から密閉式に改造した際に、現在装着している2軸ボギー台車に交換したものと思われる。 騒音防止のため本社にはブレーキ装置は装備されていないが、三軸ボギー時代の形式図には真空ブレーキと記されている。車内は前くらいから大前室、助管室、ご座所、寝室、川屋、不部員室に分かれ、助管室の両側に高互が乗降するための扉がある。ご座所は車体の中央部に配置され、内装はケヤキ材で、 天井は切りま板で構成されている。中央部には玉座用として惣菜彫刻の大型ソファが置かれている。外反は製造当初は真紅色のペンキ塗りであったが、1915年から1916年頃に同色の漆塗りに改められている。1916年に8号御両車が完成すると、旧車となり、大井工場の御両車庫に保管されていたが、 1959年10月には鉄道記念物に指定された。1966年に大井工場で外装のみ、再塗装し、6六号五両社と共に愛知県犬山市に開設された博物館明治村に移され、同年7月から同村内に移築された鉄道局新橋工場内で一般公開されている。六号五両社の形式図六号五両社は、 明治天皇のご常用として1910年10月29日に鉄道院新橋工場で製造されたものである。モニター屋根の木造車で台車は三軸ボギー台車を装着している。全長は20.728メートル、最大幅は2.642メートル、車体幅は2.59メートル、地上は35.6トンで、当時としては最大級の大きさである。 また大枠の側張りは、中央部が膨らんだ漁服型で、外観上の特徴となっている。外装は、チーク材を張り真紅色の漆塗りとしており、御座所の中央部には、菊の五門章を配して、その両側に、霧の文章を取り付け、周囲に菊や霧の古文を描き、御座所の窓の上には、霧の門を中央に凰が向かい合った浮き彫りが、取り付けられている。また、剣部には、 はがたのの木飾りが取り付けられ、金粉で飾られている。車体は、魚服系の大枠部を含めて、多数の金線で装飾されている。車内は、前くらい側から大前室、自重室、御座所、自重室、寝室、川屋となっており、その前後に、出入り台、自重室に天皇が乗り降車するための出入り口、御座所の背後には、自重室同士をつなぐ。 川通路が設けられている。小座所は長さ5.424メートル、幅は1.889メートルで、それまでに製造された五両車中最大の広さである。天井は各天井式で、吉蚊を吉光型に配した直行金針で、妻の櫛型には菊の五門章を挟んで両側に鳳凰の飾りを配した尻尾の飾りが付けられている。腰部には、 シンク色のビロードを用い、前後の引き戸には、黄色、薄煙じ色の漆塗りに霧と凰と蝶の図を、ラデンと鉱巻絵で描いており、まさに美術工芸の極地といった感がある。このように本社は、内装、外装とも、五両社中最も壮麗なものとして評価が高く、七五五両社、落成後も、同社に、大前室がないこともあって、大正天皇が頻繁に、御乗用とした。 昭和となってからは使用されず、大井工場の五両車庫に保管された。太平洋戦争中の1945年5月24日、空襲により、同庫に焼夷弾が命中した際、後部自重室外板の一部を少し焦がしたが、内部に被害はなかった。1959年10月に廃車され、鉄道記念物に指定されたが、1966年、五号五両車と、 共に、博物館、明治村で展示することとなり、大井工場で外装の再整備が行われた。この時、外販は、漆塗りから貸し塗りとなったが、車体の金線は、製造時のままに再現されている。本社は、同年7月10日夜、大崎駅から臨時列車で明治村に送られた。7号御両車の形式図7号御両車は、 1914年11月10日、大正天皇及び、帝明皇后のご常用として、鉄道院新橋工場で製造されたもので、翌年の大正天皇のご大霊に使用するため、九号五両車、検証乗務車と共に製造されている。車体は、鉄道院基本計客車に属するモニター屋根の木製車で、明治44年度基本型の三軸ボギー台車を装着している。 全長は20.677メートル、車体幅は2.591メートル、高さは3.778メートル、事情は35.35 35トンである。外板は、チーク材の厚板を、横張りにして平滑に仕上げたもので、真紅色の漆が塗られ、金銭で装飾が施されている。車内は、前くらいから川や、化粧室、検事保安室、公所、小雑所、助官室、 化粧室兼休憩室、河屋に区分されている。また、車体の前後の出入り台には、観音開き式の扉が設けられ、従来車の車体中央部付近に設けられていた、天皇皇后専用の出入り口は廃止された。御座所の天井は、各天井で火曜の菱紋用の木の張りで、腰部は、真紅色のビロード張りである。引き戸は、青色の石目漆塗りに、家紋の螺殿、 巻絵が施されており、入り口は丸柱でラデンの飾りが施され、串型は菊の拷紋章の入った尻尾である。本社は昭和天皇のご大礼の際にも予備者として整備が行われ、その時に来門をやめて、千模様の金筋としている。その後、1935年12月に廃車され、以降は大井工場のご両社庫に保管された。 1952年10月13日に東京の交通博物館に移され、それまで展示されていた9号5両車に代わって一般公開されたが、1963年11月、同館にバス駐車場の敷地を提供するため、再び大井工場に戻った。1966年、読売ランドで展示することになり、一時期の屋外展示により汚れていた外装の整備が、 行われた。その際、新生児の姿に復元することとなり、塗料は漆からカシューとなったものの、工場内に保管されていたライモンのテンプレートを使用して金ひ差しが施された。9月11日、トレーラーで読売ランドに輸送され、翌1967年1月から同園内に建設された専用車庫内で一般公開されたが、その後、 大井工場に戻されている。2007年10月14日からは、埼玉市内に開館した鉄道博物館で一般公開されている。8号5両社の形式図8号5両社内部。交通博物館8号5両社は、1916年1月31日に、定名皇后の御乗用として、鉄道員を大井工場で製造されたものである。車体は、 鉄道員基本計客車に属するモニター屋根の木製車で明治44年度基本型の三軸ボギー台車を装着している。全長は20.677メートル、車体幅は2.591メートル、高さは3.778メートル、地重は35.48トンである。外反はチーク材の厚板を横張りにして平滑に仕上げたもので、シンク色の漆が塗られ、 金銭で装飾が施されている。車内は前くらいから高所、川や休憩室、御座所、助監室、大前室に区分されている。また、車体の前後の出入り台には観音開き式の扉が設けられている。御座所は、側廊下がない分755両車より広く、幅2.399メートルとなっている。上天井は、各天井式で、うんあやに、 金箔から草散らし及び、鳳凰の飛ぶ様を表した絹針、下天井は、木組みで、菊の紋様の絹針である。串型は七号と同じ尻尾で、飾り巻いた中央部は、菊の紋章の絹切れ縛りとなっている。引き戸愛締め漆塗りで、化粧場目は、菊水紋様の綴れに敷き針、仕切り正面には、大型の鏡が取り付けられている。腰部は、農園エンジン色のビロード針。 テーブルや墨棚は、総材製で、ラデン細工が施してある。本社は、皇后ご常用にふさわしく、鮮やかな色彩や、美しい絹りが使われており、定名皇后も気に入っていたという。1928年の昭和天皇の即位、御大礼の際には、お召し社として使用され、その際に外部に描かれていた菊の御文章と法王が、消され、金銭のみの装飾となった。 本社は1933年に構成の2号5両社が製造されるまで使用され、1935年12月に廃車された。その後は大井工場に保管されたが、太平洋戦争末期の混乱で大きく破損し、同工場内に荒廃したまま放置されていたが、1956年に解体された。ただし、助管室の一部は修復された後、 交通博物館で展示された。道館が閉館した後は2007年10月に開館した鉄道博物館に移され展示されている。9号5両社の形式図9号5両社は1914年11月に7号5両社、8号5両社と共に使用する食堂車として鉄道院新橋工場で製造されたものである。車体は鉄道院基本計客車に属するモニター屋根の 木製車で明治44年度基本型の三軸ボギー台車を装着している。全長は19.991メートル、車体幅は2.591メートル、高さは3.778メートル、時長は34.40トンである。食堂車であるため、菊の拷問章は取り付けられていない。車内は前くらいから休憩室、食堂、献立室、料理室、 料理人休憩室、化粧室、河屋に区分されている。食堂には3枚の幅の広い窓が設けられ、室内はすべてクワ材が用いられており、木目を生かした漆塗りとして、この上に螺鈿や薪絵による装飾が施されている。天井は、各天井で、絹針である。床は、クワのモザイク針であったが、後に絨毯時期となっている。 1.524メートル0.914メートルのテーブルを備え、椅子6脚が備えられている。本社は大正時代には6号、7号、8号と組んで頻繁に使用されたが、昭和となってからは使用されなくなり、1936年3月に廃車となった。その後は大井工場の5両車庫に保管された。 太平洋戦争末期の1945年5月24日の空襲で被害を受けたものの、1949年に修復され、同年10月9日から交通博物館に展示された。しかし本社は食堂車であり、ご両車の展示としては不適切であることから、1952年に7号と交代して本社は浅川車庫に移された。 1969年、本社は鉄道記念物に指定され、東京総合車両センターに保管されていたが、2007年10月14日に、埼玉市大宮区に開館した、鉄道博物館に移され、展示されている。15号5両車の形式図15号両車は、1922年4月に、イギリス皇太子、エドワード・アルバート皇来日に際して、食堂車である11号五両車。 新台車である水根28,110とともに、鉄道省大井工場で製造された、国品用五両車で、五両車中唯一の展望車である。車体は、大型客車に属する木製のモニター屋根で、台車は、対象6年度基本型の三軸ボギー台車である。全長は20.0メートル。 幅は2.880メートル、高さは3.904メートル、地上は34.50トンで、外板は真紅色の漆塗りで、金線で装飾されており、車体中央部の腰板に菊の拷問章が取り付けられている。車内は展望室、休憩室、化粧室、グブイン室、グブイン化粧室、車掌室に区分されており、展望室を除いて、 片廊下式となっている。展望室の長さは6.317メートルで、妻には大型ガラス窓、側窓は幅1220ミリメートルの大型のガラス窓が4枚設けられており、後部は開放式の展望デッキとなっている。展望室の天井は若草色の絹地に花の刺繍側天井も絹針で雲通り金箔を散らし、欄間には 花火師の尻尾焼きが取り付けられている。室内には安楽椅子八脚とテーブルが2台置かれており、乗車の品格の簡単に用いられる。本社は、この他にも多くの外国の王族が来日した際に、用いられ、特筆すべきものとしては、1929年5月のグロスター校、1931年4月のラーマ7世3月の、 満州国皇帝愛新羅隠義のご常用がある。また、皇太子や皇太后のお召し列車にも連結されたことがある。太平洋戦争後の1945年10月29日、本社は11号ご両車とともに連合国軍に接収され、軍番号2101、小番号、推定10となり、第8軍司令官専用列車オクタゴニアン号の編成に組み込まれた。 1946年2月には、司令官の交代に伴い、軍名賞がボールともあと解消されている。本社の接収は、11号と共に1951年6月23日に解除され、7月1日に5両者に服したが、その後は使用されることなく、大井工場に保管され、1959年10月に廃車となった。 1965年には11号と共に解体されかかったが、関係者による保存運動が功を奏して解体を免れ、1969年に鉄道記念物に指定された。長らく東京総合車両センターに保管されていたが、2007年10月14日に埼玉市大宮区に開館した鉄道博物館に移され展示されている。 11号5両車の形式図11号5両車は、1922年3月に15号5両車と、共に、鉄道省大井工場で製造された食堂車である。車体は、大型客車に属する木製のモニター屋根で、台車は、対象6年度基本型の三軸ボギー台車である。全長は20.0メートル。 幅は2.80メートル、高さは3.904メートル、地上は34.0トンで、食堂車であるため菊の顧問証は取り付けられていない。車内は前くらいから職員室、部,部員室、食堂、だ立て室、料理室、大前院室に分かれている。食堂の長さは7.31メートルで、天井は大紙作りで絹針となっている。 食堂部の窓は幅1.22メートルの大きなもので、それが片側に4枚設けられている。その上には装飾として、紫陽花、百合、朝顔、さがお、ぼたん、ざくぶどう等の浮き彫りを額縁式に取り付けている。吹き寄せ部は木の切れ縛り、引き戸場目には螺鈿が施されている。前くらい仕切り壁は刺繍により桜に鳩の図を描いている。 食堂中央部には、長さ4.55メートル、幅0.8メートルのテーブルが置かれており、16個の椅子が備えられている。1929年のクロスター港来日の際、国内を訪問した際には15号両車と共に使用された。太平洋戦争後の1945年10月29日、本社は15号両車と共に連合軍に接収され、 軍番号2204、小番号寿司11となり、第8軍司令官専用列車オクタゴニアン号の編成に組み込まれた。1946年2月には、軍名称がベルトンと改称されている。本社の接収は、15号と共に1951年6月23日に解除され、7月1日に5両者に服した。その後は使用されることなく、 大井工場に保管され、1959年10月に廃車となった。1965年20号とともに解体命令が出され、関係者による反対運動が起こったが、その回なく1966年1月に大井工場で解体された。12号5両車の形式図12号5両車は、1924年1月に摂政具のご乗用として、 大井工場で製造されたものである。車体は大型客車に属するモニター屋根の木製車で三軸ボギー会社を装着している。全長は20.06メートル、車体幅は2.8メートル、高さは3.924メートル、地上は36.42トンである。車内は前くらい側から実室、ご座所御検事保安室、休憩室、 化粧室に区分されており、小座所が車体中央から前くらい寄りに位置しているのが特徴である。また、小座所、実質には廊下がなく、後に製造される構成保領車の先駆けとも言うべき特徴も有している。また、東礼の際、お顔がよく見える、要、側窓の上辺位置が10センチメートル上げられ、レール面上2.844メートルとされている。外装については、 軒回りの飾りがなくなり、金銭による装飾も簡素なものとなっている。内装は従来のご両者に見られた、角天井や巻絵、螺鈿などの装飾をやめて、簡素な洋風となった。上天井は一枚の切れ縛り、下天井から側壁にかけては、透かしの切れ縛りで、倉花は、クスのまさき材を使用している。 つまいた紙型には、岡田三郎介の描いたノギクとバラの油絵が掲げられ、その下には、暖房缶を隠すために設けられたマントルピースがあり、見宮けから献上された馬の置物が置かれている。交代ようとして製造されたため、当初は御見持法案室はなかったが、昭和天皇即位後もご常用とされたため、休憩室の一部を改造して設置された。 また1928年の昭和天皇のご大礼の際には絨毯や椅子、クッション類が更新されている。本社は1923年8月には車体がほぼ完成し、塗装職場に回されるところであったが、9月1日に発生した関東大震災の影響や、撲裂事件により設計を変更し、御座所の両側に3ミリメートル厚の鉄板を、 春などしたため工期が遅れ、1924年1月の完成となった。本社は1928年の昭和天皇の御大礼におめし車として使用され、1932年に厚生の一号御両車が完成した後も予備車として使用された。1959年に廃車となり、大井工場の御両車庫に保管された。また、 1969年10月に鉄道記念物に指定されている。長らく東京総合車両センターに保管されていたが、2007年10月14日、埼玉市大宮区に開館した鉄道博物館に移され展示されている。軽便用語両者は1930年11月に広島県福山市及び岡山県西部で行われた。 陸軍大演習の昭和天皇の視察に伴い、両備内鉄道が日本車両製造で製造させたもので、足回りは旧車のものを流用している。1933年9月1日、両備内鉄道の買収、国有化に伴い本社も鉄道小石となったが、使用されることはなく、また、その後に使用される見込みもなかったため、1935年に、 高取工場で解体された。本社がお召し列車に使用されたのは1930年11月14日の1回限りである。1号五両車の形式図1号五両車は昭和天皇のご常用として1932年3月に鉄道省大井工場で製造された初の構成五両車である。構成となったのを契機として、車番を改めて1号から不番することとなり、 本社は1876年に製造された初代に、次、ぐ二代目の一号五両社となった。一般の営業用客車は、1926年の設計車から、構成車体が採用され、1931年の設計車からは二重屋根を配して、丸屋根が採用されていた。また、台車も振動や陽動が少なく、 軽量な軸バネ方式の新型台車が開発されており、これらを採用した新しい構成の五両車と区部車六両が計画された。これが一号編成である。本社は本来1931年秋の陸軍大演習に間に合うように計画されていたが、クスの両材がなかなか手に入らず、さらに1932年1月8日、 代々木連平城からの木戸にあった天皇の馬車に爆弾が投げられるという事件があり、御座所の側面に1ト、mm、ル厚の後半を追加し、ほとんど完成していた床を削って、後半を張り、その上に床を仕上げるという設計変更があり、完成は1932年3月にずれ込んだ。車体は構成の丸屋根で、妻面は軽い交代角をつけた三面折り妻となっている。 全長は20.0メートル、幅は2.8メートル、高さは3.965メートル、地上は43.52トンである。また、組み立ては、サラリーベッドを使用して、外反表面が平滑に仕上げられ、暗黒色の漆塗りとされている。金銭による装飾も施されたが、従来に比べて、かなり簡素になっている。また、同時代の一般用客車が、 屋根の端部が下がっているのに対して、本社及び同時計画の区部社では、そのままの高さで妻まで達しており、編成を組んだ時の美観が考慮されている。台車は、当時の標準品である三軸ボギー台車である。車内は、前くらいから自室、御座所、御軒自室、休憩室、化粧室、川屋に区分され、御軒自室から後くらいは、速労化式となっている。 五座所の位置は、車体中央部から全員寄りにずれており、12号五両車との類似が見られる。五座所の内装は、調度品に至るまで、靴材を使用しており、腰張り及び、入り口引き戸の羽目は、浅めはの寄せ木作りとなっている。窓は幅1.22メートルの加工窓であるが、バランサーが取り付けられており、軽く開閉できるようになっている。また、窓ガラスには、 衝撃を受けてもヒビが入るだけで割れない特殊ガラスを使用している。空調は当初は扇風機のみであったが、1955年に国検事法案室を縮小して冷風装置を取り付けた。1958年にはグ部車4両と共に更新改造が実施され、冷房能力6000キロカロリーのユニットクーラーが床下に取り付けられた。車内の内装材も更新され、 面目を一新し近代化された本社は、1960年に新しい1号5両社が落成するまで使用されたが、同社の落成に伴って3号5両社に改称された。本社は2010年現在も JR 東日本に車席を有しており、同社の東京総合車両センターに保管されているが、全く使用されていない。2号5両社の形式図2号5両社は、 高順工業の御常用として1933年9月11日に鉄道省大井工場で製造された五両車である。1901年製の初代に次ぐ2代目の2号五両車である。車体は1号と同様の構成で丸屋根となっている。全長は20.0メートル、時長は44.58トンである。組み立てはサラリーベッドを使用して平滑な仕上げとされ、 シンク色の漆塗りとされている。台車は三軸ボギー台車である。一号と異なり、小座所は車体中央部に配置されており、前くらいから交所、休憩室、小座所助管控え室、化粧室、川屋に区分され、休憩室から後くらいは、側廊化式となっている。小座所は、側から、妻、天井まで一枚で折り出した綴れ折りの絹針となっており、 朝日一色に花をあしらった朝の大見模様を描いている。このように小座所全体に一枚の綴れ織りを使用したことは前例がなく本社の大きな特徴となっている。小座所の大きさは5.6メートル2.516メートルで床には毛織りの絨毯が敷き詰められている。窓は幅1.22メートルの加工窓である。 1958年12月末から具部車4両と共に更新工事が実施され、翌年3月に完成した。改造の主眼は冷房装置の取り付けで、1号と同じ6000キロカロリーのものを床下に取り付けている。風道取り付けの関係で天井に改造が加えられたため、御座所の天井壁面の織物も同じものが新調された。 照明も蛍光灯に改められている。更新後は、1959年4月17日から19日にかけて、皇太子と道子費ご成婚の際の伊勢神宮への報告の際に使用された。本社は、2010年現在も JR 東日本に車席を有しており、同社の東京総合車両センターに保管されているが、全く使用されていない。 3号5両車の形式図3号5両車は、交代号の五乗用として1936年3月に、鉄道省大井工場で製造された5両車である。1898年製の初代に次ぐ、2代目の3号5両車で、ある。車体は1号と同様の構成で丸屋根となっている。全長は20.0メートル、時長は44.53トンである。組み立ては、 サラリーベッドを使用して平滑な仕上げとされ、真紅色の漆塗りとされている。台車は三軸ボギー台車である。車内は前くらいから化粧室、川屋、高所、御座所、助管控室、大前室に区分され、御座所は中央に配置されている。丁名工后が八号五両車を気に入っていたことから、これに準じた和風の作りとなっている。御座所の天井は、 各天井式で、その格子及び室内枠組みは対抗子紺色の漆仕上げで、これに金銭輪郭を入れ、隅には金の古びを表した飾り金具を取り付けており、天井には藤模様も七氷を、壁面にはかかすみ模様の綴れ折り、草花の羽目には藤鶴模様の七氷を張っている。床には若草色の絨毯が敷き詰められている。カーテンは巻き上げ式のものなほか、 春のにぎわい模様のドンスチ横引きカーテンが取り付けられている。入り口にはカーテンを付けず、つづれに敷きりのついたてを置いており、本社の特徴となっている。1951年に交代号が放御した後は、使用されることなく、温異工場の五両車庫に保管されていたが、1960年に一号五両車が完成した際、一号五両車が三号五両車に解消されたため、 本社は除籍され、9355両社と呼ばれるようになった。本社は、現在も引き続き東京総合車両センターの5両社庫に保管されている。1 4号5両社の形式図1 4号5両社は、皇太子の御乗用として、1952年に1.2等身大車を大井工場で改造したものである。もともとは、1938年に三次君屋の御乗用として、 高取工場で3両が製造された1.2等、新大環球車、マイロネフ37,290系の1両で、1941年、客車の形式称号改正により、水路ネフ38型に改称された。太平洋戦争後の1945年10月1日には、連合軍に接収され、軍番号1309となり、10号11号5両者と、共に、 第8軍司令官専用列車オクタゴニアン号の編成に組み込まれていたが、1949年に水路根37-1に開番、開版、1951年6月23日に、接収解除となった。1952年11月10日、交代市割立大使式を挙げ、公務の旅行も多くなることから、本社を交代市用の御両車として改造することとなった。 10月から大井工場で改造に着手、11月6日の完成に伴い14号5両車と解消された。車体は構成の丸屋根で全長は20.0メートル、幅は2.90メートル、高さは4.02メートル、地上は43.14トンである。台車は三軸ボギーの TR73 を装着している。車内は前くらいから洋式トイレ、 化粧室、小座所、シャワー室、備品室、開放式寝台、和洋トイレ、休時室、車掌室に区分されており、小座所は従来あった寝台を撤去して、横手のソファとテーブルを置き、薄緑色の絨毯を敷いている。天井はベニヤ板の白色絵ナメル仕上げ、壁面は塩地のベニヤ板を白ラック仕上げとしている。本社は落成後、 11月17日から19日にかけて皇太子の関西旅行に使用されたが、菊の拷問章が付けられていない上、窓が小さいため皇太子の御座所がわからず、放迎者から不評を買ったため、その後は二号御両者を使用することになった。後に、菊の拷問章は取り付けられたが、国賓用となり、1958年、イラン皇帝が初使用後、フィリピン大統領、 ペルー大統領などが使用した。本社は2006年現在も JR 東日本に車席を有しており、東京総合車両センターの5両車庫に保管されているが、全く使用されていない。なお、同型式車のマイロネフ37292は、戦後交代仕様の非公式車両をマイロネフ38-1となり、1961年の廃車後は、 交通科学博物館で2014年4月の閉館まで保存されていた。同博物館では閉館時点でミュージアム探検ツアーで車内の案内を行っていたため、公室専用だった車両としては唯一車内に入ることのできる保存車となっていた。2016年4月29日より梅工事蒸気機関車館を拡張してオープンした京都鉄道博物館で保存。 展示されている。三代目一号五両車を組み込んだ一号編成、現在の一号五両車は昭和天皇のご常用として1960年に国鉄大井工場で製造されたもので、1876年に製造された二軸客車の初代、1932年に製造された二代目に次ぐ三代目の一号五両車である。車体は 当時の最新営客車である二重軽客車をベースに、後退を厚くする、窓を防弾ガラスに変える等の保安対策を施した構造となっており、休憩客車とは違う平滑で、シンプルな外観が特徴である。台車もこれまでの五両車に使用されていた三軸台車から、空気バネ仕様の二軸台車、TR65 を使用している。車内は、実室、5座所、5休憩室、 御化粧室、おかわ、配電室が配置され、出入台は観音開き式都市一箇所に集約。御検事室、御検事法案所は省略された。内装は、出入台、おかわを除き早期ぬりとし、御座所、御休憩室、御化粧室はそれぞれ異なる時代様式としている。御座所の天井は、平ら天井とし、20ワットの蛍光灯を80本に使用した光源を、 白いアグリル板を透かして照明とする光天井としている。側窓は服装ガラスによる固定窓としているが、五座所については他より大きな窓が3枚ずつあり、このうち中央の1枚は電動で上下し開閉することができる。五座所内には豪華なソファのほかテレビとラジオがあり、冷暖房も完備されている。五座所の天井以外の内装には、 和風調度品をふんだんに用いており、その時代における日本の最高級の車両製造技術と美術工芸の域を駆使して製造されている。ご両者の外装は、それまでの漆に代わりシンク色の合成樹脂ラッカー塗装で、さらにワックスで磨き上げている。また、側面の上下には2本の金銭が入っているが、これは本物の金箔を貼り付けている。窓枠は、 金メッキとしていたが後に金箔の貼り付けに改めた。御座所の外側、開閉可能な窓の下には、紋章取付座がある。ここには、天皇が乗車する場合に限り金色の天皇家の御紋章が取付けられる。車両限界に対する御紋章の厚みを考慮し、二十系客車同様の広幅車体は採用せず、車体下部の裾絞りのない垂直な側板形状となっている。 なお、ご両者としては初めて製造署名板が取り付けられている。前くらい、端張りには、制ものに金メッキされた通常より小型サイズのものが、配電室には王道板にエッチングを施し、さらに金メッキをしたものが取り付けられた。本社は、区部社の460号、340号、330号、461号と固定編成を組んでおり、一般に、 一号編成と呼ばれている。これらのグブ車は、1931年から翌年に、かけて一号五両車との編成用に製造されたもので、あるが、本社の落成とともに改装され、460号にディーゼル発電機を設置して20景客車に準じた、交流6 0 0ボルト6 0ヘルツを供給する、給電システムに改めている。JR 東日本は、 2007年に1号編成に変わる基本用電車 E655 系と特別車両 E655 から一応申請し、現在はこれらの車両を用いている。それに伴い、部部車4両を含む1号編成は保留車となっており、お召し列車専用機である EF58 系61号機と共に東京総合車両センター内の専用車庫に厳重に保管されている。なお、 検査も行われていないことから1号編成の出番は今後はないものと思われる。区部社とはお召し列車が運転される際、随伴員が乗車する車両のことで、公室用客車の一種である。鉄道が開業した当初は一般営業用客車の中から適宜選定して編成していたが、6号5両車が完成した1910年以降、専用の客車が製造されるようになり、 急停列車編成用車と呼ばれた。また、形式称号は一般用客車のものが付されていた。グ部車が現在のような番号を付されるようになったのは、1928年10月の鉄道省の車両形式称号規定改正の際で、11両がグ部車となっている。木造車のうちに軸ボギー車は100番台及び200番台。 三軸ボギー車は700番台が付与されている。それ以降に製造された構成車は300番台及び400番台が与えられている。2018年4月現在、一号五両車と編成を組む四両がいずれも JR 東日本に車席を有するが保留車となっている。前期のように五両車と編成を組む専用の部,部車が製作されたのは1910年の ことである。形態的には、大型に属する700号を除いて、鉄道員基本型に属する。これらは1919 19年、一斉に、能力色に塗り替えられて、青車と呼ばれ、1932年に、厚生の1号5両車が完成するまで使用された。それ以降は、一般用に格下げされ、多くは、荷物車や事業用車に改造されていった。 ホイ5100系の形式図ホイロ515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 0系の形式図ホロ 5, 系の形式図ホロハニ5995系の形式図ホロハニ5995系の形式図、水値28100系の形式図構成の1号5両車、および2号5両車製造の際に計画されたもので、 1931年から1933年にかけて11両が鉄道省の工場で製作された。車体は高性の丸屋根で同時期に製造された一般用客車と異なり、つまぶの形状は五両車と同じ切り妻状となっている。組み立てに皿病を使用して外販を平滑化した五両車に対し通常の丸病を使用しており、印象は異なる。 外反塗色は本グループより5両車と同様のシンク色となっている。全長は二十メートル、幅は二点九零零メートル、高さは三点八三メートル、車体の両端に出入り台を有し、台車は三軸ボギーの t r 七十三または t r 七十三 a である。太平洋戦争後は、お飯列車への軍人の乗車がなくなったこともあって、所要数が減少し、 一部が一般用あるいは事業用に転用された。現1号5両社落成後は2号5両社の使用がほとんどなくなったこともあり、2号編成用の具部車も国鉄分割民営化直前に廃車され、大船工場で解体された。2018年4月現在、以下の4両が JR 東日本に在籍しており、 460から340から1号5両車から330から461の順で連結して使用された。300系1等車で1号編成用として1931年12月に1両が大宮工場で2号編成用として1933年3月に1両が大井工場で製造された。全室が1等で1人がかりの回転椅子を備えている。 あとくらいに、トイレ、洗面所を有する。1955年10月、外国人観光団体用に転用され、水38型となったが、1956年に1が、1957年に2が近代化改造を施行され、前38型となった。その際、冷房装置の搭載と休時室、荷物保管室の設置が行われ、 前くらい側の出入り台が閉塞された。定員は24人となり、次長は1が45.04トン、2が47.07トンとなった。特急、ツバメなどに造血者として連結され、1956年の東海道本線前線電化開業時には、スハ44型などとともに、単緑色に塗り替えられ、青大将の一員となった。 1960年にはに東級製への移行により、マロ39型となったが、1962年に廃車された。330系330号の形式図移車で、1号編成用として1931年12月に、大井工場で製造された。前くらい側に、友新書、後くらい側に、トイレと洗面所を有する。定員は27人。 一人がかりの回転椅子を備えている。自長は38.7トン。1960年、一号五両者の落成に伴って固定編成方式に改造され、その際に床下に冷房装置を搭載し、風道を客室内に立ち上げたことから定員が2名減少し25人となるとともに、外観上も窓が1個埋められている。 台車も1号5両車と同じに軸ボギーの TR65 に交換され、事情は38.4トンに減少した。340系340号の形式図1.2等号作り車で、1号編成用として1931年12月に大宮工場で製造された。全員寄りに1等室、5位寄りに2等室があり、その中間にトイレ、洗面所がある。 定員は1等16人、2等30人で、1等席には1人、係の回転椅子、2等室には固定式のボックスシートを備えている。次長は39.0トン。1960年、1号5両車の落成に伴って固定編成方式に改造され、その際に床下に冷房装置を搭載した。台車も1号5両車と同じに軸ボギーの TR65。 に交換され、事情は38.1トンに減少した。340系344号の形式図1.2等号作り車で、2号編成用として1932年3月に、大宮工場で製造された。前くらい側に、友新書及び一等室、後くらい側に二等室があり、その中間に、トイレ、洗面所がある。定員は一等17人。 二等十六人で、一等席には一人、係の回転椅子、二等室には固定式のボックスシートを備えている。次長は39.2トン。現一号五両車の落成後は、ほとんど使用されることもなくなり、長らく大船工場に放置されていたが、国鉄分割民営化直前の1986年に除籍され、現在は大宮総合車両センターに保管されている。 400K400 400号の軽式器図二等車で、1号編成用として1931年12月に一両が、2号編成用として1933年3月に一両が、いずれも高取工場で製造された。前くらいから、湯沸かし所、荷物置き場、二等室、トイレ、洗面所、二等室に区分されており、定員は42人で固定式のボックスシートを備えている。 自長は400が39.3トン、401が39.1トンである。太平洋戦争後、1号編成用の400は余剰となり、1961年事業用に転用され、三39型に改造された。その後、1975年8月5日付で廃車となっている。一方、2号編成用の401は、 1959年に大船工場で一等車に改造されたが、現一号五両車の落成後はほとんど使用されることもなくなり、1986年に除籍され、後に解体された。460系460号の形式図2.3等、荷物合わせ作り車で、 1>, 1号編成用として1932年3月に2両、2号編成用として1933年3月に2両が、いずれも小倉工場で製造された。前くらいから2等室、休時室、湯沸かし所、荷物室、トイレ、3等室に区分されている。定員は2等12人、3等18人で、いずれも固定式のボックスシートを備えており、荷物室の荷重は3トン。 自重は38.8トンである。460と461は、1960年、1号5両車の落成に伴って、固定編成方式に改造され、461は二等室の、定員が16人に減少した程度で、大きな改造はなかったが、460はディーゼル、発電機を搭載して、編成全体の電源を賄う電源車に改造され、 大きく外観が変わった。車内は、前くらいから休時室、湯沸かし室、荷物室、技術員室、トイレ、機械室、車掌室となり、時長は51.6トンとなっている。2号編成用だった462、463は、長らく大船工場に放置されていたが、国鉄分割民営化直前の1986年に、除籍、解体された。 皇室用の霊柩車としては、永城皇太后、明治天皇及び大正天皇の体操の礼の際にそれぞれ申請された三両が存在する。これらには、形式、記号、番号のいずれもが付与されておらず、霊柩車が名称であるが、ここでは便宜的に、それぞれ初代、二代、三代と称することとする。これらの他に、葉山御洋邸で放御した大正天皇の遺体を、 東京の宮城に観光させるために3号護領車が霊柩車に改造の上使用されたが名称、番号等の変更はなかった。同社は1951年の帝名皇后号の体操の際にも13号護領車と解消の上霊柩車として使用されている。本社は1897年1月11日に放御した栄昇皇太后の遺体を 京都郊外の五月林東山寮に輸送するために仕立てられた霊柩車である。この車両は鉄道開業時におし列車が運転された際に明治天皇が御陵車として使用した車体両端部に開放式のデッキを設けた米国系サロン車形式 A の後ろ身と考えられている。当時は東海道線が全通して行行の距離も伸びており、 川屋のない近距離用の形式 A は、使用が少なくなったため、1889年に、皇后及び皇太后供養のお召し車とされ、1893年には、御両車から外されて、通常の貴賓車となっていたらしい。それに、A 称皇太后の宝魚が重なったため、この機械に転用が行われたものである。改造は、新橋工場で行われ、つまめに、 観音開きの扉を設置し、室内の仕切りを一部撤去して、霊宮の固定台を設け、壁面は黒門付けリンズ、または黒車で覆われ、床にはエビ色の絨毯が敷かれた。本社は交代号の葬儀を京都で行うため、2月2日から3日にかけて、体操列車を組んで使用されている。霊宮車としての使用後は、一般営業用に格下げられ、一等車、 一となったと推定されている。同社は、1920年6月中に、吉野鉄道へ譲渡されている。ホエ16,900の形式ズボ本社は、1912年7月30日に、放御した、明治天皇の体操の際に、天皇の霊宮を東京から、明治天皇の御笹として指定された伏見、桃山寮に搬送するため、 鉄道院新橋工場で製作された霊柩車である。基本構造は鉄道院基本型に属する。車体は木造で、車体中央部に両開きの大きな引き戸が設けられており、内部には霊柩を固定するための台が設けられている。霊柩は移動用のレールに乗せられて移動し、車内に設けられた台上で回転させ、固定される。本車は、 1914年の証券交代号の体操の際にも使用され、以降は大井工場で保管されたが、1925年に一等病客車に改造され、1928年にホイエ16,900に改版された後、二等病客車に格下げされた。改造後の形式図によれば、全長16.78メートル、自長25.7トンの二軸ボギー車。 中央の扉の幅は2600ミ、mm、リメートルである。お家2万6900の形式図1926年12月25日に放御した大正天皇の体操の際に製造中の客車を大井工場で改造して製作されたもので、携帯的には大型客車に属する。3号5両車の改造計画とほぼ同時に計画されたもので、車両の性格上、 車体中央部に大きな開口部を設ける必要があることから、床下にトラスロッタを有する旧設計の未成郵便荷物関係者の大枠と台車を流用することとして製作期間の短縮を図っており、翌1927年1月20日に落成した。車体は木製で全長16.86メートル対象14年式の二軸ボギー台車を装着し、 車体の中央部の片側に幅3 2 0 0、mm、トルの扉を設けた。法案室内は白木造りで床面には霊柩安置の際に使用するガイドレールを設置した。外販図色は五両者と同様の深紫色の漆塗りで、はめ板は継ぎ目を見せない平滑な横張りとしている。1927年2月7日に挙行された大正天皇の体操後は、 2月13日から4月4日までの48日間、東谷佐川駅に据え置いて一般の配管に供した。その間の配管者数は63万9000人に達したという。1933年、一等病客車を家2万6900に改造された。定員16人、自長34.86トン。同社は、 1949年10月に後退化、改造され、おは65となった。1915年に行われた大正天皇のご大礼の際に、検書の輸送用に製作された車両である。この車両には、霊柩車同様、形式、記号、番号のいずれもが付与されていない。1928年の昭和天皇のご大礼の際にも使用された。大鉄。 SA-4101-1912 年に台湾総督府鉄道と国として製造された木造ボギー車である。もともと皇太子、吉人新王の台湾視察に供するため製作されたものだが、明治天皇の崩御により、10年後の皇太子、広人新王の台湾視察の際に、ようやくお飯列車として運用された。皇太子専用車両であり、 朝鮮交代シリギンも乗車したことがある。戦後は内装の一部改装が行われ、小解析専用の貨車 SA4101 となり、小解析の福高への降落などに何度か使用された。1968年、新しい空調付き特別車が完成したことにより、この車両は予備車となるが、今までも特殊車両として大切に保管されている。大鉄。 SA-4102-1904 年に特一として製造された。後続用車両ではなく、台湾総督など要人用の特別車両である。戦後は、特に同様に一部改装が行われ、装備冷戦用の貨車 SA-4102 となった。ありがとうございます。